プリキュアが映画になるよ。私たちがやってきたのは絵本の世界。そこで出会ったニコちゃんの力で絵本の主人公に大変身。憧れのシンデレラになれるなんてウルトラハッピー。皆さん様子が変です。シンデレラも桃太郎もみんなどうしちゃったの？絵本の世界がめちゃくちゃや。魔王は笑顔も感動も消し去る気です。私は絵本から大切なことを教えてもらった。笑顔、勇気、仲間の大切さ、みんなの力を合わせるぞ。私たち5人が絵本の世界に笑顔を取り戻してみせる。映画スマイルプリキュア、絵本の中はみんなチグハグ。10月27日ミラクル翼ナイトで映画館に奇跡を起こすこと。前売り券にはスマイルおしゃれトートがついてきます。裏はプリンセスフォームだよ。